わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならばわしはそのままで生きただろう。だが世は変わったならば道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず心の形、人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和をよしとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠、武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば当然のように従うだろう。人助けなど全く。いおり、お前は生まれる時代を間違えたのだ。師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、師匠はもう、とうの昔に。いい加減起きろ、より！おはよう、セイバー。その呼び方は、まあいい。遅いぞ、ヨリ。先が思いやられる。あの程度の戦いで、どれほど疲れ切った？まったくもう。次は、君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり、刀を抜きかねん。ほう、イオリが抜くか。となると、私の加減次第では、返す刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより、君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。昨夜、君の言ったことだろう。寝て起きた。ならば、次は食べる方。うん。朝毛の時間だろう。さあ、支度を、より。兄ちゃん、大変だよ！隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに。で、兄ちゃんちも大変じゃない！一体何があったの？ああ、そうだな。昨夜は、人ならざる者の襲撃を受けた、と、どうしてカヤに言えようものか。
何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷鎚がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだ。なあ、イオリ。雷か。って誰ですかこの孤児。綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に。私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか。客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、より。大事はない。妹もは私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに切り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。イオリ、これは本だよ。本？おう、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いしよく曲がる。ははん、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなればやはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆりはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か。時が変われば書も口を聞き空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず読むのを諦めていたが、ある日突然俺に事の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。
ことの葉でやり取りができるのは、なんというか書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、あれか。昨夜君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の詩か。詩が傍らにあるなら、うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士、のんびり話してるけど、兄ちゃん家なんとかしなきゃ。ホコリも泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな、これでは朝毛もままならん。ならばよりよ、これを機にこの長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。家事師に家事場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ火事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが。工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ必要な素材を買いに出るぞ。二人ともいつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。英月の義はどうなった？腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、伊織。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、それは英月の義をどう戦うかということか。ああ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。あらゆる手を尽くして。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えると。うん、分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ。では
そうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。ゆうべ君の意思はもう聞いた。そうか。では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。出かける？え？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ、銭。ああ、確か、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原。よくわからないが、君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。ああ、虫の知らせがあってな。もとより君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。あの煙を上げている者たちは何だ。随分と空腹を誘う香りだな。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい、あの刀を刺した集団は何だ。守られているのは誰だ。わかった、若殿だな。いや待て、いずこかの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。あれはわかるぞ。団子を振る舞う噂に聞く茶屋という。やれやれ、物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない。俺も最初はそうだった。江戸の町並み大いに面食らったものだ。それはそうだろう。何しろ人がこんなにもたくさんいて、立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。これはなんというか、とてもとても。なんだ、人の営みに感じ入る。平らかなる世を知らずに生きた人物か。ああ、いや
江戸の町があんまり物珍しくて。さあ、よりキリキリと穴いせよ。吉原に向かう道すがら、私の問いに答えるがよい。わかったわかった。陶器加工を生きた英傑に江戸浅草を楽しんでもらうとしよう。ここが吉原か。待てセイバー、あまり勝手に動くんじゃ。やはりだ、見ろより、あのワコードも、あの老廃も、おお、あやつも、道行くおの子たちは皆様子がおかしいぞ。鼻の下を伸ばしたり、頬が緩んだり、もしや何かの妖術にかかっているのか。そうだな、そうとも言うし、そうでないとも言える。自分の目で確かめることだ。さあ行くぞ。まずは助之進に噂をすれば。おお、いたいた、今日もよろしく頼むぜ。にしても伊織さん、別品の連れとは珍しいこともあるね。セイバーだ。おお、君が同心というやつか。セイバー、妙な名だが、もしやあんたも腕が立つのかい。無論、伊織より強いぞ。へえ、そりゃ期待できそうだ。それじゃ早速と行きたいとこなんだが、俺ちょっと野暮用があってね。詳しくはそこの旦那に聞いてくんな。貴殿が依頼主かな。おう、あんた腕利きなんだってな。近頃銭をたかる連中がいて迷惑してるのさ。どうにかしてほしくってね。やつらいつも帰り道を張ってやがるんだ。道中の用心棒を頼むぜ。つまり切ればいいのだな。セイバー、ダメだ、殺すな。ん？ここでの殺しはご法度だ。この程度なら叩き伏せるだけでいい。そもそもいたずらな殺生は人の道に反する。セイバー、わけがわからない。二人で追っ手を散々切ったじゃないか。え、なんだって。ああ、物の例えだ。物騒なことを人前で話すな。それにあれはやむにやまれぬ沙汰だ。話は別か。なあ、だがなるべく殺すな。もう乱世じゃないんだ。わかったわかった。まったく面倒なことだ。任せるがいい。